中日、ブライト・ケンタ、打ちすぎてやばい。508-44本 8.3 投4四球、今年の本塁打王確定で草。立浪の指導ってやっぱガチやわ。即戦力になったんか。三振を全くしなくなった模様。立浪、ありがとう。なんで二軍なん？中日の外野ってそんなにそう扱ったっけ？大島2000本打つまでは聖域、秋井のメジャーリーガー、岡林 NPB の、一外野手、鵜飼村ゴッド以来の P リーグ6本塁打、まあそうは熱いな、ブライトもここに仲間入りや。二軍か、まあそれでも期待はできる。この時期に二軍とか一軍とか関係ないから、むしろ二軍の方が相手も目の色変えてかかってきてる。去年ドライチで取った回あったわ。ヒット全部ホームランじゃねえかう。ほんまやな。ガチのバケモンや。ブライト・ケンタシーズン。556-244本 488打点ペース。ナゴドでそれやれんのか。てかドラフト1位なんやからナゴドといえど一軍定着でシーズン18は最低でも打ってもらわんとダメやろ。1年目の成績知ってたら素直にポジれんだろ。石川でポジるのはわかる。仮に本間の覚醒だとしても出場機会がないやろな。秋井の大外れだとしても細川鵜飼が使われるだろうし。それはない、忘れられてるけどドライチやぞ。ちゃんと結果出してればその中では優先順位高い。まあセンターできるならでかいのは事実やな。岡林も1年しかやってないし慢心させないためにも。